シリア地方コイレシリアは、シリア地方南部の地方名。ギリシャ語で、クボンダシリアを意味する。より厳密には、コイレシリアは、レバノン山脈とアンチレバノン山脈に挟まれた、ベッカー高原を指すが、シリア地方の内ユーフラテス側より、南の地域全体を指すこともある。この意味でのコイレシリアは、ヘレニズム期、セレウコス朝、シリアとプトレマイオス朝、 エジプトとの係争地でもあった。この地方はかねてから東のメソポタミアやペルシアの勢力と南のエジプトの勢力の争う地であった。アレクサンドロス3世は紀元前333年から332年にかけてアケメネス朝などからシリアを奪いエジプトに入った。アレクサンドロス大王没後、彼の後継者の間でディアドコイ戦争が起こり、 マケドニア本国、エジプトメソポタミアの間にある、この地は多くの戦いの舞台となった。紀元前320年、アレクサンドロスの部下でエジプトに配置されていた将軍プトレマイオスがまず最初にシリア大使ラオメドンを下し、コイレシリアも含むシリア全域を占領した。紀元前315年にディアドコイの一人、赤岩のアンティゴノスが、 コアジアから東へ領土を拡大して哀悼すると、プトレマイオスは、反アンティゴノスの同盟に加わったが、コイレシリアからは撤退した。紀元前312年、エジプトに逃れていたディアドコイの一人セレウコスと、プトレマイオスの連合軍がシリアに侵攻して、ガザの戦いで、アンティゴノスの息子、デメトリオスを破ると、プトレマイオスが再度コイレシリアを手にした。 しかしデメトリオスは部下の反乱を破って体制を立て直し、またデメトリオスの敗北を受けてアンティゴノスが自らシリアに入ると、プトレマイオスはわずか数ヶ月後でコイレシリアから撤退する。しかしこの数ヶ月の間にセレウコスはバビロンに戻ることができ、セレウコスは命をつなぐことができた。紀元前302年、ディアドコイの中で最有力となったアンティゴノスを、 好意する同盟が形成されると、プトレマイオスも加わり、コイレシリアに軍を進めたが、アンティゴノスが戦闘に勝ったという巨峰を聞いて、また撤退した。紀元前301年、小アジアのフルギアでのイプソスの戦いでセレウコス及び、リュシマコスの連合軍が、アンティゴノス軍を壊滅させアンティゴノスを戦死させると、プトレマイオスは再びコイレシリアを占領した。 イプソスの戦いの勝者の間では、コイレシリアは勝利に貢献しなかったプトレマイオスではなく、セレウコスに割り当てられることになっていたが、セレウコスはコイレシリア防衛の戦いを起こそうとはせず、プトレマイオスによる占領を黙認した。しかし、セレウコスの後継者であるセレウコス朝の王たちは、このような事情には重きを置かず、紀元前274年以来、 紀元前168年まで6時にわたるシリア戦争がプトレマイオス町とセレウコス町の間で行われた。ヘルニズム期にはセレウコス町などによりギリシア式の都市がコイレシリアに多数建設された。その中でも有名なものはデカポリスと呼ばれるダマスカスからヨルダン川東岸に至る都市群である。こうしたギリシャ式都市では ヘレニズム文化が栄えてギリシャ語が話されたが、この地方の住民の多数派はアラム語などを話す、ナバテア人、アラム人、ユダヤ人など、セム系諸民族であった。ローマ帝国時代、シリア地方南部には、シリア族州、アラビア族州、ユダヤ族州が作られた。2世紀末に反乱が起こったが、この反乱に加担したシリア族は193年に南北に分割され、 北にシリアポエニケ、南にシリアコエルが創設されている。ありがとうございます。